どうも皆さんこんにちは、中村です。よろしくお願いします。はい、ということでどうですか皆さん、バイト飛んでますか？どうですかね。僕ですね、2ヶ月前にバイトを飛ぶ時の極意という動画を上げたんですよね。はい、僕いっぱいバイト飛んできたんで、そういう動画を上げたんですよね。それで結構DM とか来て、バイトを飛びたかったんですけど、なかなか飛べなかったです。飛ぶの怖いです。みたいなね、DM をね、いっぱいいただいたんですよね。だからまあそういう人たちのためにこういう動画を考えました。はい、こちらでございます。はい、バイトを飛べない人に送る動画ですね。バイト中にサボる時の極意ということでね。まあ飛べない人もね、まあサボるということはね、まあできるんじゃないでしょうかね。まあお店によりますけどね。まあどうなんでしょうかね。まあだからこの飛べない人に送るこのサボる時の極意、今日はこちらの動画で失礼しますということでよろしくお願いします。それではバイト中にサボる時の極意一つ目ですね。こちらが結構重要になってきます。もう一番大事です。一つ目はこちらでございます。バイトリーダーを洗脳するということでね。この言葉のまま、文字のまま、洗脳してください、バイトリーダーを。まあ、店長に言っても無理です。もう店長はもう会社のことがあるんでね、もう洗脳できないです。やっぱりもう会社ってね、もうバイトのことなんでも一切言うこと聞いてくれませんから、言うこと聞いてくれない物体なんで、まあバイトリーダーはまあちょっと言葉悪いですけど、まあ所詮バイトなんでね、洗脳しやすいですね。どういう風に洗脳していくかと言いますとね、やっぱりこのできないキャラ、自分はできないキャラですっていうのをね、最初のうちにね、どんどん植え付けておくんですよね。すいません、仕事僕できないんですよみたいな、そうなのみたいな、最初ちょっとその可愛いキャラみたいな感じでね、すいません、ちょっと僕ね、本当にもうドジで、もう全然仕事できないんです、そうなんだみたいな感じで、まず仕事ができないので植え付けます。もうそれをね、もう毎日ね言い続けます。そしたら、あ、この子は仕事できないんだ、じゃあ他の人に任せようかなって、やっぱそういう風になるし、あと、じゃあちょっと掃除しといてって言われるじゃないですかね、バイトリーダーに。そしたらもうこれちょっとね、ちょっとこの童心に帰るというか、ちょっと子供に戻って、やりたくないもんみたいな感じで言ってください。もんが大事です。やりたくないもんって言ってください。そしたら、あ、もう何みたいな感じで、ちょっとこの冗談言うキャラとかね、そういうのもつくんで、なんか結構こう砕けた感じになるんで、もうじゃあもう他の人に任せようかなみたいな、やっぱもんが大事になってくるんで、すいません、ちょっとバイクうるさいですけどね、もんがね、大事になってくるんで、もうやりたくないもんみたいな感じで、どんどん洗脳してきます。洗脳してしたらね、バイトリーダーね、洗脳してたらバイトリーダーのね、目の前がね、白い世界になります。白い世界が広がってね、そこにはね、一粒の光の粒がファーっと降りてきます。そうですね。そこがね、パラレルワールドですね。それでね、洗脳 OK でございますね。それでも洗脳完了みたいな感じなんで、ね、だからその、できないキャラ、そしてなんか、やりたくないもん、みたいな、ちょっとその、可愛い、冗談言うキャラとかで、こうね、どんどんバイトリーダーを洗脳してったら、一緒にね、サボってくれますね。光の世界へようこそ。それではバイト中にサボる時の極意二つ目はこちらでございます。店長の陰口を言うということでね。これは盛り上がりますね。大好きですね、みんなね、店長の陰口ね。バイトで暇な時あるじゃないですか。その時にバカ野郎がちょっと暇だし掃除でもしますかみたいなバカ野郎がいるじゃないですか。その時店長の陰口を言ってください。するとみんな手がピタッと止まって、みんなで陰口大会が始まりますね。やっぱ楽しいんですよね。もうみんなが楽しいもの、そう、ドラえもんとかサザエさんみたいなもんですね。みんなが楽しいものでもね、みんなやっぱ店長に思うことあるんですよ。私も僕も俺もみんな思うことあるんですよね。だからね、やっぱ陰口結局一番ね、みんなの共通認識、やっぱ一番盛り上がるんですよね。もうなんか一番盛り上がるのはやっぱ店長の口臭がみたいなのが結構一番盛り上がるんですね。口臭、どんな匂い、ザリガニなんだろうなみたいな、動物の匂いなんだろうなみたいな感じでね。あと、ネクタイの柄何みたいなね、あれ何、どこで売ってんのみたいなね。あと、メガネの形何みたいな、髪型何、角刈りスポーツ刈りあれどっちみたいなね。まあそういうの結構盛り上がるんですよね。僕ね、陰口とショートケーキが好きです。それではバイト中にサボる時の極意3つ目はこちらでございます。3日前から腹痛の伏線を張るっていうことでね、これはとても大事ですね。伏線、その3日前っていうのがね、もう一番大事でございます。やっぱね、当日にすいません、ちょっとお腹が痛いんで、ちょっとトイレ行ってきていいですか？もう飛んだラッパのマークのセイロガン野郎ですね。それはもうやっぱり嘘かなって、なんかサボりたいから言ってんのかなってやっぱ思われるんで、やっぱ3日前からね、最近なんかお腹の調子が悪いんですよね、みたいな、なんか、最近なんかね、ちょっとその大便のね、形とかなんか全然なんか良くなくて、ね、なんか悪くて、なんかずっとぐるぐるなってて、みたいなんで、もう2日目は、あ、もうお腹痛いですよね、みたいな、ずっと言って、で、3日目に、すいません、あ、トイレ行きます。すいません、ちょっと昨日な、ちょっと病院も行ったんですけどね、ちょっと薬もらったんで、ちょっとすいません、行ってきます、ちょっと行ってきます、トイレ行ってきます、つっ
って、スマホをガンガン触ってください。スマホをガンガン触ってね、もしかも、そういうこともね、全然やれるかもしれない。それぐらいの時間がね、多分ね、取れます。やっぱり3日前からずっと言ってたらね、大丈夫かな大丈夫かなみたいな感じだったんで、そうっすね。バイトリーダー洗脳してるんで、バイトリーダー洗脳してるんでね、もうしょうがないな、あいつはいつもなんかもう中痛くて仕事もできねえのに、みたいな感じで、もう洗脳されてるんでね、店長、バイトリーダーはね、バイトリーダーも店長もそうですけど、バイトリーダーもね、そのバイトリーダーやっぱり洗脳されてるんで、光の世界が見えます。こう、真っ白の世界。もうバイトリーダーはね、もう僕を見てる時は真っ白の世界が見えて、で、目の前にこう光の粒がね、一粒のね、光の粒がスーってきてね、それをキャッチしてね、光の世界、パーッと広がってね、パラレルワールドようこそ、光の世界ようこそ。ということでね、サボる時の極意の動画でございますけれどもね、飛ぶ時の動画よりね、本当にすみません、言うことがあんまりなかったです。すみませんね、最後もこんなになっちゃったしね、もうなんかもう勢いでどうにかなれみたいな感じでね、なっちゃいましたけどね。すみません、サボる時のね、極意はね、あんまりちょっと言うことなかったですね。すみません、ちょっと短い動画になってしまいましたが、でもね、これ結構暇な店舗でしか使えないと思うんで、忙しい店舗の人はサボれません。お疲れでした。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。